すいませんって並みを残すな悔いだけ、マスクが隠した悪魔の素顔な、お前ありただろう。実は健介さんそういうレスラーだったんだということをいろ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 なこう団体に出て顔を出して、そしたらやっぱり引っ張りだこになってきますよ。今まで新日本の佐々木健介だったのがフリーですから、健介オフィスの佐々木健介、だから呼ばれたら本人がもう買われてるわけですよね。そうですね、はい、はい、だからちっちゃい新木場にも行きましたし、いろいろ行きました。でそこでたどり着きます、とうとう佐々木健介はとうとうたどり着きます、はい、ぜひ佐々木健介ぜひご覧ください。はい、あ、出た、やっぱこれが名勝負というふうに上がりますね、はい、ここまでの、はい、今までのここまでのここまでの佐々木健介、はい、まあ聞いてくださいファンに、はい、健介さんの名勝負何ですかと、はい、まあ、人によっては健介対川田とか、一応全日と対抗戦やっててもそれもあるでしょう、まあ、健介対橋本なんていう人もいるかもしれません、うん、でもなんかみんなうん、どれかななんて感じだと思います。でも、まあ、うん、そうですね、結局健介対小橋、うん、ここにたどり着くんですよ。健介は流れて、うん、ノアのリング、うん、7月の東京ドームセミファイナル佐々木健介対小橋健太戦にたどり着きます。この試合、はい、もう今すぐご覧いただきたい健介の集大成です、はい、おお。素晴らしいのは、はい、この日三沢対川田という試合があって、久々の試合があって、はい、東京ドーム、はい、2大メインなんですけど、はいはい、やっぱ三沢と川田ってみんな知ってますね、その足利時代のずっと先輩後輩とかずっとありますけど、はい、ここってストーリー性ってあんまりないんです、はい、しかも健介もパワーファイター、はい、小橋もパワーファイターっていうだけで、はい、ですごいのがいつも健介だったら、はい、やってるぞお前、はい、お前見せるのがどんなもんかとか言うんですよ、はいはい、今回やっぱなぜ北斗さん、はい、もう生まれ変わってますから、はい、何にも言わなかったです。へえ、何も小橋も煽るようなことは何にも煽らなかったです。東京ドームにもかかわらずトラッシュトークなしの、はい、はあ、まあまあ小橋さんもそういう人じゃないですよね。小橋さんももう本来そういう人じゃないですか、はい、もう等身大の小橋健太っていう、あんなカスぶっ潰してやるとかさ、うん、いや絶対言わないじゃないですか。で健介さんも本当は多分そういう人なのに、うんうん、やってましたよね、こっちでは。なぜ長州に憧れてましたから、はい、長州さんに。だからもうそれをやめて、当日を迎え、東京とも行きます。もうあるのはお互いの、はい、もう体のみ、もう口なし、うわ、喧嘩なし、お互いの体だけ、その、はい、体と体のぶつかり合いだけで、はい、20分ぐらいかな、はい。もう最後僕は涙流しますけど、もう何の小細工もない。お互いの体と体のぶつかり合いだけでお客さん、東京ドーム満員のお客さんを納得させました。健介、はい、初めて。はあ。まあ有名なシーンやっぱりチョップですよね。やり合いの、はい、まあこの間もありましたけど、針で一発で失神する時代ですよ、はい、もう小橋のチョップ、健介のチョップ、一発仮に僕らが受けたとしましょう、うん、いやいや、もう一発受けたら我々多分入院ですよね。もう今はもう入院です、はい、すぐ骨いきます、はい、がお互いが放った回数210発以上です。うわ、213発218発も言われてますっていうか、もうこれね、もう素晴らしい、美しいよ。へえ、もう最初どっちが壊し、まあどっちからか壊しない、はい、バチン、はい、怖いバチン、怖いバチンをひたすら繰り返すのよ、ひたすら。ああ、いいですね。でも毎回がマジだから、うん、もうしぶきがブワーッと出るの、バチンってライトにしぶきがふわーって全部痛いはずなの、あれ、はい、一個一個なんかちょんちょんじゃないの、こうバチンだから、バチンで、そっからそっ見ていけば分かります、こうもう紫色にどんどんで、二人とももうここだけ急にあですね、なのにひたすらバーンってやって、でどっちかが倒れる、ああ終わったと思ったらまた立ち上がって、またちょっと、ああいいですね。で小橋のあの例のこういう、はいはいはい、こういう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 
もうとにかくそのチョップ合戦、いいチョップをただひたすらやるというだけで見せた。この試合もすごいし、いいな。トペとか、うん、外に飛んでいってもすんだよ、はい、ああそうなんですか、はい、お互いね、でもね、もう見れ上がりますけど全く綺麗じゃないいや、まあ、でかいし、もうただ体で突っ込んでてるっていう、もう、もう綺麗でも何でもない、飛んでる姿が綺麗とかじゃないですね、様になってるとか、はい、ただただもう武骨に、もう向こう下にいるやつに耐えたらしてやれっていう感じでお互いやるし、もうとにかく体と体のぶつかり合い、技もまあ最後の方はスープレックス合戦もありますが、はい、ほとんど綺麗な技じゃないですね、 今流のプロレスみたいな。じゃあもういやいいっすね、力技力わらざで、いいですね、その武骨な男のやり合いっていう、はい、そのテクニカルじゃないけど魂がぶつかってるっていうのはすっごい説得力ありますもんね。それでいて、はい、初めてですけど健介がもうその小橋のその一生懸命な、小橋も因縁なんか何もないですよ、はい、でも小橋が一生懸命やって「いや!」っていうあの例の、はいはい、鬼の形相みたいにやるんですけど、それに対して健介も早く来いよってやるんですよ、はい、でもそれはね、ほんと魂から出てきてるような、いいですね、あのいつ前みたいに「僕がしたよ、僕がしたよ」じゃないから、そんなおバカでしたいやまだ正直すごかったみたいな何があったの、批判を受けたんですよ、いっぱいそういうこと言変なこと言っちゃってワースト名言みたいになっちゃった、あこうあ正直すごかったベルト取られてしもうたみたいな、ひどいなひどい、まあでもまあそれ言わなあかんながあったんでしょうね、なんか健介さんってこういうコメントせなあかんのかなっていうのが、もうそれがないからただ一つ思ってはっ、でもお互いが戦い、もうこれね、もうほんと小細工テクニカル関係もうとにかくパワーとパワーのぶつかり合いや、もうねプロレスに対してガチャガチャ言ってるやつがいたらこの試合見せればいい、あまあまあ結果言うと小橋さんが勝つんですね、はい、でまあ素晴らしい試合で、あーって鹿児島勝って、あーってもう納得、もうみんな東京全員、素晴らしいって納得して、よくありますよ、よくあるシーンですけど健介と小橋が握手するシーン、あーもうなんかね本当に涙出てくるね、でも分かります、はい、じゃすげえ分かります、もう語り合ったんでしょうね、リング上でみたいなのを見てるこっちが勝手に察して、うん、こう泣いちゃうっていう、何の因でもない2人を、お互いの体と体のぶつかり合い全部出し切って、うん、まあ負け、まあまあ、武骨な技で負けてしまい、うん、もう何も因でもないけど握手してっていう、もうこれだけでもうその東京ドームの観客が全員がもう本当大拍手してるわけよ、めったにないんだけど、こんな終わって握手で、うん、こんななんか、うん、うわーってなるのってなってるし、だからこう伝わる、その なんでしょうね、すごい綺麗な技がとかすごい空中殺法がっていうのももちろん面白いですけど、そうじゃない、だから高山ドンフライとかもそんな感じあったじゃないですか、もうこれだけでみたいな、うん、MMA ってこういうことって見る人は言うかもしれないですけど、そうじゃない、そのなんていうんですか、わ、うん、かるでしょ、はい、っていう、これっていう気持ち、プロレスの面白さだった、面白さだよと、なんか痩せ我慢の試合というかさ、うんうんうん、お互いのこう気力が消えるまでやり合おうみたいな、別に張り手じゃなくて やられても違う技で返したら、うん、避けりゃええのに、そう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 っていうことですもんね、うん、握手して終わっていくんですけども、はい、まあ当然ですけども、はい、当然ですね、まあこの日のこの年の、はい、まあ最優秀試合に選ばれますよ、はい、もう色褪せることはありません、今見てもめっちゃ面白いです、うん、でまあ結局健介さんは、はい、僕は結局やっぱ全日の人だったんだなって思いましたね、あこの試合を見た時はね、そんだけ小橋さんとスイングするっていうことは、うん、結局やっぱりこの長州力さんに憧れて新日のリングに上がりましたけど、うん、本来相手の技全部受けて、うん、お互いのもう力が尽きるまで叩こうぜっていうスタイルが合ってたんだなと、うん、これパワーオリアとかじゃなくて、うんうんうん、と思って、でそれをやっぱその不遇の時代を見てるだけにグッとくるものがあって、うん、涙も言わないで出るんですけど、うん、で、まあ、この健介健太、はい、この試合があって、まあ、数年後かな、はい、まあ、引退をするんですよ、はい、引退試合も行わないままね、健介さんそうなんですよね、うん、実はやってないらしいですね、そうなんですよ、だからやっぱ新日本プロレス時代にね、やっぱり道場でやっぱ厳しい方だったから恨みを買ってる部分もたくさんあるとは思うんですけども、うんうんうん、なんかね最後とうとう
流れ着いて、うん、小橋という人間に流れ着いて、名勝負をスパッとやって、うん、なんかこう気持ちももう終わったのかな、スーッとやめていったっていう、うん、もうこれが最後の最後に見つけてやめていったっていう、長州さんみたいにたくさん名勝負が作るんじゃなく、うんうん、いや僕のやっぱイメージ、もちろん健介さんってすごい強いしパワーファイターやし印象 もちろんあるんですけど、なんかどっか引き立て役というか、そのいつもいい試合で自分負けちゃって相手のこう、うんうん、っていう印象が強かったんですけど、やっぱ最後小橋さんとやって、ここなんですよね、やっと名作に出会えたみたいな、とうとうね、本当もう名作中の名作を作り上げてるんだよね。ね、しかもそれは小橋さんがやっぱもう名勝負メーカーではありますから、もちろんもちろん、だけどそれにちゃんと健介さんが答えてるのもう気持ちも変わってるんで、新日の頃のギスギスした健介さんだったら小橋さんもちょっとそんなにいかなかったかもしれないです。なるほど、ね、でももう今お互いもいいよね、もうお互いだからっていう感じだからもうできたんだと思うんですよ。しがらみ全部取れて、はい、長州さんをこうオマージュするっていうのも全部それも取れて、黒の太一じゃない白で、途中チラッとだけどチラッとこう、はい、北斗さんがワンショット、はい、試合見てる絵が出てくるんだよ。へえ、それもねなんか不安そうに見てるなんか、あ、それもまたいいのよ、なんかいいですね。だから北斗さんどう思っただろうなと思うよ、東京ドーム満員のお客さんを納得させたんだから。確かに、まあね、それもまあそこに至る経緯をやっぱりこの人北斗晶があっての、まあ、あくまで僕の予想ですね。ですね、確かに言ったんじゃないかっていう。でも長州を卒業して北斗晶になったっていうのは俺の予想でありますけども、うん、いやすごいな、素晴らしかったです。まあなんか最近また健介さんと小橋さんがなんか対談みたいなのね、はい、あの今小橋さんがやってるフォーチュンドリームっていうその対談があるんですけど、はい、そのゲストに来て対談とかやったんですよね。あの、はい、やっぱこの時の話をするんですよ。すげえのが小林、健介さんはフリーでしょ、はいはい、その当時ね、はい、だからおそらくこの東京ドームでのこのハードな試合をやった次の日、はい、また試合をやるんだって小林さん思って、はい、だから悔しいからその次の日もフラフラだけど道場行って練習したらしい。うわ、そしたら何それ誰かが、あ、小林さん今日健介さん試合ないですよって言って、はい、でももう悔しいからやったんだって。で一方健介は健介で小橋はもう練習の虫だからって知ってるから、はい、こんな次の日もね絶対こんな晴らした次の日も練習するんだと思ってるからまた次の日練習行ってるんです。お互いめちゃめちゃええ話、お互いに、いやその後日談かっこええな。なんか昭和っぽいっす ねエピソードも、あーいいなー、まあ本当確かにお互い練習の虫ですからね。いやいやいや、だから最終的には、うん、小橋に出会って、うん、なんかもちろんここの試合が引退試合じゃないですけど、うんうんうん、なんか僕は小橋健太を生んだ時に、うん、なんか一つ健介さんって達成したんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ集大成というか、はい、ね、うん、もう佐々木健介の一番その覚醒した状態がやっぱり小橋戦、そうそう俺は思う。なぜならやっぱ川田対健介っていう前日と新日の対抗戦で東京ドームでやった時も名勝負でしたよ。だけどやっぱり長州さんでしたからね、黒パンツで後ろ髪長くて、だけどもう本当オリジナルある武骨な佐々木健介でしたから、この時はそんなラリアットもそんな1回ぐらいしか使ってないんだね。だからまあそれ以降ねチョップ合戦みたいなのをひたすらするみたいな試合がちょこちょこいろんなところで見られますけど、なんせパイオニアだから、そんなことできますか、お互いチョップだけしばらくやろうなんて。いやいや、もうお互いの武器はもう自分の体一つみたいな。いやすごい、いやこれはね大至急見てもらいたい。だから門倉凛ちゃんぜひ健介小橋をですね見ていただいて、見てないって言ってましたもんね。見てないです見てないって、健介さんの試合見てないって言ってました俺たちが言ってましたからね、はい、ね、小橋健介見た方がいいよねとか言って、はい、あ、見てないです見てないです見てないですって。ぜひですね、はい、門倉さんね、いろいろありました、はい、いろいろ長年苦節ありましたけど、最終的にとんでもない試合、この健介小橋でこんなすごいレスラーだったんだよと、はい、北斗感動にもすごいけどすごいけども、うん、
お父さんもすごいんだって。すごいんだよっていう。ぜひ見ていただいて。はい。まあ、我々もちょっと、はい、もう一度来週改めて見ましょう。はい。はい、チャンネル登録、高評価、お願いします。